はい、おじゃす。わけなど申します。はい。今回はですね、購入品紹介動画ということで、ネットショップで買いましたので、そちらの方の紹介をしていきたいと思います。それでは早速、開封していきましょう。おい。まあ、新年もね、こういうカードを買うのは、一切自重しないでいきたいと思いますんで、自重する気もないで。はい、まずは、これからいこうか。この二つ。同じなんでね、こっちの二つは。はい、いきまーす。3、2、1、ペイ！ルドラ・マドウシュ・シークレット！イェーイ！かっこいいね！まあ、せっかくね、ルドラが帰ってきましたから、これは揃えとくべきかなと思って、買ってみた。まあ、ルドラを扱うデッキは今のところは、そうですね。なんかね、まあ、僕はブラックマジシャンで使う予定なんですが、まあ、合金と併用するかで迷ってますから、合金使うとなるとこれいらないんじゃないかっていう説もあるし、いや、合金あっても入れてて損はないよ、みたいな感じのことも聞くし、って。まあ、でもとりあえず持っとけや、いう感じですな。持っといたらええやん、みたいな感じですよ。はい、次。はい、これがなんじゃいな？ん？ん？あ、こっちだ。はい、これで、これ。ちょっと待って。出しにくい。待って。このタイプさ、ずっぽしすぎるんだけどな。そう、ずっぽしすぎんだよね。ずっぽしすぎるから、取りづらい。取りづらい。マジでどうやって取る？もうめんどくさい。バリめんどくさい。もういい。物理でいこう。はい。よっ、これかな？はい。おぉ、パンクラドブス入ってる、すげえ。いや、すげえ、おまけでパンクラドブス入ってんだけど。いやー、いいなー。あ、召喚師のスキル、ジリアもいいな。これいいっすね、素晴らしいな。なんでいい人なんだ。はい、いきまーす。3。はい。ルドラマーしろ。なんで俺3枚買ってるんでしょうね。多分だよ。多分だけど、どっかで間違えてる。ポチポチってやったら肉2枚来たんだよなっていうことだと思う。おそらくね。おそらくだよ。なんでかなぁ。なんでだろうなぁ。まあいいや。はい。皆さんも、こういうことがないように、買うときは、しっかりと、はい。考えて買いましょうね。はい、じゃあラスト。はい、これですね。いきます。はい。強欲で金満夏場、20シークレット。ドローソース大好き人間の私でした。いや、いや、これであと1枚なんですよ。合金。合金あと1枚。さあ、どうするかね。もうどこで買おうかね。正月で金使って新パックも来るっていうのに、なんでこう金を使うんでしょうね、私は。はい、以上です。惑星型の購入紹介動画でした。あと1枚頑張りますよ。はい。またお会いしましょう。バイバイ。